計画が重要なんですよ。いじっちゃいけないところとかあるんですよ、実際。で、まずいことにも誰も気づかずにそのまま仕上がってるとか。行きましょう。ハムちゃん行く？はい。今回は、はい、リノベーションには気をつけろ。気をつけろ。ということですね。触んないでマイク。あ、いいですね。すいません。ガサガサ言うから。はい。どうぞ。リノベーションには気をつけろ。皆さん、よく聞きますね。リノベーション、リフォームもよく聞くんじゃないでしょうか。はい。この違いわかりますか？知らない。教えて。知ってますか皆さんってことですね。はい。リノベーションっていうのは、既存の建物に対して新たな機能や価値を付け加える工事のことですね。はい。つまりプラスアルファとか、はい、もっとより良い、家にするための工事のことをリノベーションと言います。はい。対してリフォームっていうのはボロボロになった部分を、元に戻したりするような、はい、改修工事のことをリフォームと言いますね。はい、そうです。はい、ということで今回はリノベーションについて、それもちょっと気をつけた方がいい点について社長に話していただきます。はい、はい、リノベーションって最近よく聞きますよね、うん、はい、戸建て住宅のリノベーションですかね、は気をつけた方がいいなっていう点がちょっとあるのでお話したいと思います。よくですね、最近リフォーム工事、まあ、リノベーションっていうか、まあそうね、大掛けには間取りを変更したりとか、うん、新たな機能を付け加える時ってこういろんな構造の躯体をいじったりする場合があるんですけど、最近こうリフォームリノベーション工事業界っていろんな人たちが入ってきてるんですよね。ガス屋さんが工事してみたり、電気屋さんがしてみたりとか、うん、鉄筋作るやべえやろまあいろいろやってるんですけど、その気をつけてやってらっしゃるところだったらいいんですけど、よくなんかやばそうな工事をなんか聞いたりとか、そうですね、はい、見てこれ誰がいじったんだみたいなこととかがあります。業界にいるとよくあるんですね、はい、そうよくありますね。で、僕たちこう家作る側なんで、作ってそれをいじる時もいじっちゃいけないところとかあるんですよ、実際、はい、はい、柱抜いたりとかいっぱいしてるとこがいっぱいあるから家崩れんぞみたいな、はい、でそういうところをちゃんと確認しながら、大規模な改修工事の時にはしていかないといけないんですけど、わからんもんやから大丈夫やろ大丈夫やろってやっちゃうんですよね。計画が重要なんですよ、計画が。その計画をちゃんと確認とかせずに、イケイケで確認申請とかいらなかったりとかするんで、リフォームってしかも分からないじゃないですか、うん、なんでそのままイケイケでやっちゃってるんで、まずいことにも誰も気づかずにそのまま仕上がってるとか、あ、見た目はいいけど、そうやばいぞやばいぞみたいなことがよくありますので、ちゃんとその道のプロの方に持ち合わせるので頼んだ方がいいのかなと思います。はいはい、終わりですか？終わりです。終わりです。じゃあ、はい、この動画がいいと思った方は、はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも書いてくれると嬉しいです。あと、インスタグラムもやっております。はい、たかひろハマスナで検索、はい、会社はハマスナ重建で検索、はい、よろしくお願いします。 Google 口コミもね、はい、Google 口コミもよろしくお願いします。はい、はい、全部してください。はい